ヨーハンナ・シングルザルドッティル、英語、ジョアンナ・シグリズ・ハードティア、1942年10月4日イ、は、アイスランドの政治家。社会民主同盟副党首、社会問題省を歴任し、第38代アイスランド首相を務めた。1942年10月4日に、レイキャビクで誕生し、大学卒業後に旅客機の客室乗務員として、航空業界に勤務する。 労働組合で頭角を表し、政治家へ転身する。1978年に国会議員に初当選。一時期は自身の政党を作ったこともある。ゲール政権では2007年に社会問題省として入閣する。2008年の金融危機でアイスランドは未曾有の危機に襲われ、ゲールが福祉予算削減の検討を表明したのに対し、失業保険や年金を扱う。 社会問題省の立場からこれに抵抗して国民の人気が高まった。抵抗されたゲールは彼女は素晴らしい女性だが増税主義者と評する。その後2009年1月にゲールが健康問題を理由に辞任を表明。ヨーハンナの所属する社会民主同盟と緑の党で連立を組むことに合意し2月1日に首相に就任した。 2009年4月25日の総選挙で勝利し、同盟とグリーンレフトによる左派連立政権を継続した。2013年4月27日の総選挙で敗北して政界引退を表明し、35年間の政治活動に幕を下ろした。アイスランドには同性のカップルがパートナーを法的に登録でき、結婚と同じ権利が保障される法令があり、 ヨーハンナは2002年に長年のパートナーであった同性の脚本家、ヨニナレオスドッティルとの届けを提出した。2010年6月27日に同志と結婚し、同性結婚をした、世界初の国家首脳となった。イギリスのマスコミは、世界で初めて同性愛を公表した首相だと報じている。アイスランド国会は、同年6月より、同性結婚を合法化する。 法案を可決しており、27日はその法律が施行された日であり、同性愛者の権利を訴えるキャンペーンが世界的に行われる日でもある。なお、過去に男性と結婚していたこともあり、その際には二人の息子を設けている。ありがとうございます。